2350。はい。この子はまあ体重50グラム増えてるから、はい、まあそう変わりはないんですけど、持った感じの栄養状態もいいですね。なんかそれをどう、ミクちゃんの場合どうかに入れていくかはまだちょっと、オーダーした後にドッグフード食べなくなっちゃうなとか思ったりしてるんですけど、なんか DC1 ディッシュっていう、なんかその獣医師さんがそのやってるなんか栄養食とかそのなんかレシピを作ってる人がいて、でそのこの子別にアレルギーもないから別にそんなやる必要なかったなって今思うんですけど。何を食べたんですか？ドッグフードじゃないですか？今はそのドッグフード半分食べさせた後にそれを半分の量で食べてます。例えばこういうなんかこう手作りフード、はい、でこういう栄養の今与えてるドッグフードとの栄養のバランスを見ながら作ってくれるっていうのがあって、作ってくれる、お家で作るんじゃなくて、オーダーをレシピをオーダーで作ってくるんですよ。ピッピッピッと飲ませて、はい、ちょっと見せて、ちっちゃくて見えないごめんなさい、ちょっと見えない。こういうで、ささみ ここで出してるそのサプリメントがあって、はい、運用ので、あ、それがこのワンディッシュっていうのがあって、それを添加して、でさっきのこの食材、例えばこれにサプリメントが引っかかってるっていうのがあって、でサプリメントは何なのか、どこに書いてありますか？はちゃん顔見せて、よいしょ、はい、白目は白い、ちょっと眩しいよ。ちょっと先に点眼点字と電卓やっちゃおう。お口もいいですね、匂わないですね。奥歯をちょっとちらっと見とこうか。ここにね、見えます、奥の、あー汚れが、そう、多分こっちもあそこのね、臼歯の境目とかこっちの方がついてる、ね、前歯は結構、そう、前歯はすごい綺麗なんだけど、ここですよね。ここね。なかなか磨けないんですよ。そこをやるコツは、口閉じてブラッシングしなきゃなんですね。外側を。ピラピラピラってきて、手でグワッて、これだとちょっとでかいかな。できるかな。犬だとなかなか外れが取るよね。難しいよね、ここで。口が、ちょっとこれじゃでかいわ。甘くなろうと思って、ちょっと小さくなってやれないね。やれる？口は閉じといて、やらんと当たらないね、あそこには。口を開かないようにしといてもらって。それでブラッシングする。それから、あとどこ行った？まああれはね、歯ブラシでは取れないです。あ、そうなんです。歯石だから。あ、でもし、毎日30秒に1日2回ブラッシングができるんだったら、ああいうスプレーをちょっとか
けといてからやると多少は取れるかもしれないけど、取れるとはいう代物ではないね。だからまあこれ以上使わんように、こういう感じ口を閉じないとなんだよね。そうですね、うん、でちょっとヘッドが小さくないとあそこまでいかないね、大きいと。結構あ今2本小さいのと大きいの用意していて、うん、どっちにつけといて、うん、1本のやつ舐めちゃうからもう歯ブラシから逃げちゃうんで、もう1本持ってこうやって大きいのも全体的にやるには大きい方やった方がいいかもしれないですね。で奥歯やるときはちょっと大きいのとなかなか口閉じてブラッシングできることもないけど、やっぱちょっとやりにくいね、このスタイルだと。はい、ここからお尻、ね、はい、ごめんね、ちょっと肛門腺チェック絞ってない。ちょうど今日、家帰ったら洗おうと思って。はい、それなりに出ます。もうちょっとかな。じゃあちょっとコンディション流して、こっちからブラッシング持ってきて。結構脇ら辺がさっき来るまででちょっと毛玉が取ってたんですけど、ちょっとあるかも。酵母含有加工食品、黒糖粉末、酵母、デキストリン、酵母、食物油脂。で、酵母なわけですね。こういうのって大抵原材料が書いてあるとこう多い順に書いてあるからさ、ほとんどは酵母で、少しカルシウムとかアミノ酸が入ってる。まあ、何とも言えないんですけど、要はあの手作りフードするんだったらタンパク質が1、うんうんうん、炭水化物が1、繊維野菜が1の割合で作った方が割といいかなと思う。それでそれにちょっとあの食事で不足しがちな栄養素を足してやるのは悪くないと思いますね。だけどちょっとぽっちゃりしてるからどっちもよく食べるわけ。どっちもよく食べる、うん、だったらフードでもいいんじゃないですかね。あ、まあ、私もなんかと思いますけど、なんで私もなんか気になったやつにオーダーしたって感じなんで、まあ、あるうちはあるうちは別にっていう感じですけど、まあ、それが本当にもう療法食が必要になってきたらとか、アレルギーとかでだったら、まあ、こういうのもあるんだろうなって思いながら、うん、いや、アレルギーだとね、要はね、タンパク質、アレルゲンになるのはタンパク質だから、うん、タンパク質をその加水分解したようなやつとか、そういうご飯があるんですよ、アレルギーを起こしたようなワンちゃんっていうのは。だからそういうのにした方がいいかもしれない。でも、それからあとはタンパク源を普段、今まで食べたことないような食材にしたり。あー、なんか、ウナとかそういう、ちょっと変わった食材ですよね。そう、変わった食材ね、タンパク源をね。せっかくそれ、こう繰り返してってどれが合うかは使ってみるとわからない、ね、だからあの最近は加水分解、あのタンパク質を加水分解して分子量を下げてアレルギーになりにくいぐらい の、ね、あの分子量まで下げたドッグフードってなんじゃアレルギーを持つ、そういうご飯を、だから
それが食材でその、うんうんうん、この子にアレルギーを起こさない食材で作るかですけど、なかなかそれね、言うのは簡単だけど難しいんですよ。なかなかアレルギーはないんで。そうですね。本当にまあ、ご褒美感覚であげてます。うん、どちらかまあ、あるうちはやってもらってもある。うん、で、フードはどこのでしたっけね、この子は。ニュートロ。ニュートロね。うん、ニュートロでもいいと思いますけどね。で、まあ、手作りフードっていうか、ね。まあ、それまあ、50、50。まあ、あるうちは50、50でやってなくなっちゃったら、まあ、ニュートロとかでいいんですかね。うん、で、ちょっとぽっちゃりしてますけど、もうこれ以上太らん方がいいかなっていうぐらいの感じだと思いますよ。うん、はい。じゃあ、この子ってさ、最後にあれ食べたのいつなの ?11 月なんですか、あれ12月で食べてる。12月だと思います。連れてきてなくて、あ、母がここに来た時に、先月確か買ったんです。あ、ほんと。ミクシガードスペクトル。はい。じゃあ、なんだっけ左側が入ってるやつね。あ、前回は左側が入ってないやつでした。わかりました。じゃあまた20日ぐらい、はい、あの左側入ってないやつね、ミックスガードっていうのが左側の予防が入ってるやつですけど、それを食べさせてください。あ、はい。まあ今日でもいいですよ。あ、1月って左側の入ってる方です。入ってない方です。入ってない。あ、はい、入ってる方はニクスガードスペクトラって言うんですけど、それからフィラリアの予防薬だけ入ってないのがネクスガードって言いますけど、それはまあだからあの飲みまだにから消化管内の寄生虫を予防してくれる成分が入ってますね。はい、じゃあこのところでいいですかね。ありがとうございます。この子は、ね、これぐらいの体重で維持した方がいいね。前回も確かに同じぐらい2350増えてます。だからこの子の50って大きいんですよ。結構触った感じがこの辺ふよっとしてるんですよ、ね、としてるから、これぐらいで維持しておいてくださいね。多いなと思って。はい。で、あとはあのね、のんちゃんですね。じゃあ消毒してください。永田さん、どこどこ、ユンちゃん。あ、そうですね。